はい、上総の一宮城跡に来ています。ここは一宮城址とありますね。まあ、模擬の大手門があって、こちらはですね、まあ、今城山公園として整備されていてですね、上に加納久信公の墓がありましたけども、建築碑もね入り口にありますけど、まあ、この方は幕末の方なんで、はい、こちらのねお城、まあ、加納藩の城あとから城山、まあ、加納氏が治めていたわけですよね、一宮というところが。まあ、ただ一宮城址というのが、まあ、そもそもですね、戦国時代からということで書いてありますけども、もっと前から城郭のようなものもあったみたいですけど、なんかはっきりしてないですね。前の天然の用が山城っていう、ここは館のあった部分で下なんですけど、もっと上にですね、旧来の史跡があるみたいですね。まあ、これは大手門って一応書いてありますけど、まあ後世ね、江戸時代とかはこういう大手門とかねあったんじゃないかなと。加納氏が治めてた頃はそういう感じで復元してるんだと思いますね。まあ、広く言えば本多忠勝ですよね。関東に擁された徳川家康がですね、まあ、この上総の要ということで、まあ、基本的に大滝城なんですけど、その支配下にあったと。大滝城の本多領の、ね、一部であったと。いうことが言えますよね。まあ、その後も一応大名っていうか、まあ、陣屋なんですけど、あったということで、そしてこちらが、まあ一宮城のね上院まで今できてるんですね。どっかで見た人が乗ってますね。山城ガール睦美さんですね、書いてありますね。山城和美、ね、一宮上総、方面のですね山城に関しても、こちらの方がですね説明した観光ツアーっていうのがあるんで、参加してみるといいと思いますよ。非常に好評でですね、いろんな方が、絶賛というものですので、一応宣伝しておきますんで、はい、山城さんよろしくお願いします。でまあ一宮といえばね上総広常、今玉崎神社の方行ってきたんですけど、まあ、この周辺が、まあ、上総市の本拠ではないかということで、具体的に館が残ってるとかそういうことはないんですが、まあ、この辺はねその江戸時代後期の、徳川家になってからのことも含めてね、訪問するといいと思います。上総一宮城址。